たくさんはあげてはなかったんで皆さんこんにちは。今日はですね、まあ、サムネを見れば分かると思うんですけど、村井さんに超久しぶりになんか呼ばれまして、 LINE で連絡が来て、ちょっと来てよということでアップバンクの新しいオフィスなのかなに向かっております。僕は行ったことないんですよね、そのオフィスに。これか、あ、これだ、あったわ、サムネ行きましょう。もしもし、あ、着きました。なんかもう前にいます。私だ。IC カードを読み取ってください。合言葉見え。え？合言葉見え。マックス？パルメザン。チーズ。いや、取る。何これ。ミーティングはいろいろできる。まずはじゃあトイレから案内しようかな。ここがトイレです。いや、いきなりトイレ案内しないください。そんな案内してくださいとも言ってねえのに。いいですか。だったら言わんけど。え、なんてですか。ん？え？使っていいですかこれ。使っちゃダメです。使っちゃダメです。いや、じゃあ P 入れます。何でいこうって言って。後でね、はい、動画止めたらね、チラッとだけ話しますよ。うん、村井大丈夫かなって思います。心配になるんじゃないですか。ああ、でもそれはちょっといいっすわ。いやはい、はい、というわけでですね、アップバンクに行きまして。ようこそ。参ります。うるせえ、この人は。言うて、ついてからですね、もうかれこれ2時間以上ぐらい経ちました。そうですね。そう、ちょっといろんな現代の時間だと2時間ですね。積もる話をしてたんですよ。うん、そう、なんで来たかっていうのは今ちょっと言えないですけど。そうですね。はい。ちょっとまあそれだけだとあれなんで、はい、うん、せっかくなんでちょっと動画として何かやりたいなと思って。でも私もここに生きる証をちょっと、そうですよね、はい、残したい、爪痕を残したいですね。桃鉄のタイプで爪痕を残したい、せっかくだから。なので、インスタで、質問を募集したところですね、はい、なんとですね、まあ、そんなにたくさんは来なかったんですけど、ほどほどに来ました。興味持ってくれよ、持って、興味持ってくれよ、頼むよ。なのでちょっと質問に答えていきたいと思います。了解でございます。よろしくお願いします。こちらこそ。そこ参りますって言わないのか。参ります。どこへ参るんですか。え、どこへ参るんですか。黒字ロードへ向かって参ります。おお、具体的には。え、黒字。いや、会社がさ、ほらまだ社長復帰で3年目だけどさ、まだちょっと私も最近いろんな人たちとミーティングしたりするじゃん。するじゃん。社長さんとかさ、いろんな人たち。村井さんって最近の目標とか何なんですか、ね、はい、もしくはその、ね、例えば勧誘とかしたりとかするわけですよ、うん、アップバンクにじゃあジョインするしないみたいな、うん、っていう時にビジョンって何なんですかとか、あ、ビジョン、どこに向かってるんですか、うん、アップバンクとか、いろんな質問されるじゃないですか、うん、いや、もう黒字がビジョンです、はい、もうシンプルです。もう一回黒字にしないととりあえず夢語れないと思うんですって。黒字にするための何かを言うじゃないですか。いや、もうビジョンは黒字。ビジョンは黒字。ビジョンが黒字なんです。手段は問わないってことですかとかって聞かれたら、そうそう、いや、それは問いますって。それは問った。黒字です。黒字。黒字だそうです。はい、黒字です。次、はい。リオナリさんのポンコツエピソードを教えてください。あ、これ村井さんにか。リオナリのポンコツエピソード、いや、もう、今思い出すことって言ったら、もうリオナリの愛くるしいエピソードとかしか思い出さんな。え、あるんですか、そんなの。ん、例えば今なんとなくね、はい、パッて思いついたのは、はい、日本縦断で一緒な部屋で寝泊まりをしてスタートしたわけじゃないですか、はいはいはい、沖縄からね、はいはい、確か広島か大阪手前とかだと思うんですけど、縦断した、大変だった。結構最初の1週間か2週間で言ってきたんだよな、リオナリがな、うん、部屋分けませんって。同じ空間で朝から晩までずっと一緒にいるのもう辛くなってきて、体力的には別に問題はないんだけど、メンタル的に寝てる時間も横で村井さんがいるとか、朝起きた瞬間に村井さんが横にいるとか、それがもうちょっと耐えられないっていう、村井さんのことが嫌いじゃないんですよみたいな、嫌いだからじゃなくて、もう普通に人として部屋を空けてほしいっすみたいな話がどっかであったよね、北上する過程で。なんかありましたよね、うん、俺も編集とかあったから、そう集中できないなみたいなのがあってね、そう、分けましょうみたいな、分けましょうみたいな。で、私はあれはなんか今思いついたことですね。リオナリの愛くるしいエピソード
なんで今それ思い出した。なんか今これ思い出しましたね。最近の楽しみは何ですか。最近の楽しみ、うん、これ俺は、はあはあ、やっぱ息子ですね。おやっぱ息子がね、息子いじり、息子いじり。いや、どうしようもないか。どうしようもないか。えぐ息子ね。息子、いや、だから息子ね。いや、あなたが誤解した、あなたが誤解しただけです。こんなになっちゃう。あなたが誤解しただけです。息子いじり。私じゃないです。まあ、それで言うと、私も仕事とか、はい、まあ、いろいろありますけれども、うん、あの子供の中で3人おりますんで、はい、で私あの3人目は何歳かとかも言ってないですけど、うん、実はまあ非常に近しいんで。そうですよね。そうなんです。人に近い。そうなんですよ。似たようなサイズ感なんですよ。うんうん。めちゃくちゃ可愛いね。顔全く一緒。ああ。ちっちゃい自分。もうめちゃくちゃ可愛いわけ。うん。めちゃくちゃ朝とか、うん、おはようって言ってその三男坊が机に座ってこう朝ごはんとか食べて、うんうん、なんかもうわーみたいな食べてたりとかする。もしくはピタゴラスイッチとか見てたりする。おはようっつって、うん、ガン無視。朝は父ちゃんのことが見えないんですよ。なんで？わからん。本当に見えないの私のこと、おはようおはようとかっつって。悲しいな。とかこうやって目の前にこうやって言っても、はい、もうテレビこうやって見てて私が目の前にこうやって顔出しに行くじゃないですか。目線変わんないずっと。ママのことは見えるんですか？うん、大好き。あ、リエックスさんだ。リエックス。チンチン侍。チンチン侍。いいっすね。おちんちん。ビローン。侍シャーキーン。チンチン侍。チンチン侍。リオナリさんの年収についてどう思いますか。あの先日の動画な。あ、見ましたの。あ、見た。なんだっけ。ネットのやつで200万ぐらい。そうそう、あ、そう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 、200万で、ああで、さきちゃんがなんかアップバンクの給料が100万円ぐらいとかつってそれ超絶ブラックやみたいなこと言ってた。そんな低くないですもんね、アップバンクの時はね。はい、そんなに低くないです。ちゃんといただいてました。はい、はい、ご飯、まあ、たくさんはあげてはなかったんです。村井さんの時給は120円ですか。違います。これ見てみよう。あのマックス村井チャンネルも見れるんですよ、あの年収の。ああ、どうぞどうぞ。俺の時給が120円なんですよ。安っ。このサイトだと、ちょっと時給まで落ちるんだ。時給までこうなんか細分化できる。時給ですよ、はいはい、マックス村井は、村井チャンネルは1032円という時給が。はい、お、リオナリの8倍ぐらいあるわ。ありましたね。やった。勝ち怒んなよ。8倍の男と呼んでくれ。お互いの好きなところと直してほしいところは。いや、彼氏彼女じゃねえんだからさ。何この質問。まあ、マジレスな感じだけど、リオナリの、まあ、好きなところというか、いいところは、まあ、やっぱりベース明るいっていうところと、ありがたい。あとはなんか、まあ、めげないっていうと言い方違いますね。その向かっていきますよね。挑戦しますよね。あ、嬉しいですね、そんなこと言ってもらえるの。直してほしいところ、うんうん、まあそれは別になんか他人っちゃ他人だからね。あ、そこはもう直してほしいところがあったとしてもなんかこっちはもう先輩でもありますから。あ、もう器として、リオナリの器としてムカついたりチッて思うことがあったとしても、はい、そこは笑顔で受け流すっていう。あ、でよっぽどの時は言う。なるほど、うん、直してっていうかやめろって。ああ、なるほど。僕の村井さんの直してほしいところは、うん、いいところからじゃないの。直してほしいところは、あの腹が減った時に機嫌が悪くなるところ。間違いないです。あの昔あったんですけど、頻度高くある気がする。村井さんと旅ロケみたいに行った時に、うん、まあ飯頼むじゃないですか、ね、その飯の動画を撮る時に、あのやっぱインサートを撮りたいじゃないですか。物撮りね、インサートで物撮り、そのね、ラーメンとか食べるんだったらね、そのまず食べる前に、あっち来てすぐ、あ、ちょっと待ってくださいっつって、その撮って、でサムネ用とかになんかいっぱい撮って、ちょっと時間かかるんですよね。しかもただ写真撮るだけじゃないですよ。そのラーメン真ん中に置いてみんなでこうやってとか撮るわけですよ。そういっぱい撮る。だからサムネが一番大事だから。時間あるんですよ。そう、そこで村井さんはもう早く食わせろ。ぶち切れる。あれ嫌でしたね、本当に。ちょっとラーメン伸びるやろ。そうそうそう、ラーメンの気持ち、作ってくれた人の気持ち考えたことあるんかい。じゃあ、あれめちゃくちゃだったなって今思うっすね。そうやな、うん、一回じゃねえもんな。一回じゃないっすね。好きなところ、マジで言うと、フルスイングするところっすね。マジで、これは本当に他の人だったら
絶対フルスイングできないような球、おかせにね、いっちゃう球とかでもガチフルスイングできるところ、あの本当にホームランか三振、いや三振すること考えてない、マジで頭の中にホームラン打つことしか考えてないところ、良くも悪くもな、良くも悪くもだけど、それをできる人はなかなかいないと思うし、そういう人にあんま人生で会ってないですね。いや、ありがとうございます。そろそろ塁に出させていただきたい。おう、アップバックとしてはそろそろ三者凡退から一本ポテンヒットでいいのでいや、フルスイングしてるじゃん。フルスイングホームランでしょ。ポテンヒットホームランまずはもう。というわけで、久しぶりに村井さんに会いましたという動画でございました。またのお越しをお待ちしておりますじゃあお疲れ様でした。また会う日まで。また会う日まで。また生きてよそうだな、同じ戦場で戦ってる身だから、またどこかで最前線で合間見えることがあるだろうな。その時まで死ぬなよ。あめさよなら。結局すごい寒いのでエレベーターと一緒にありがとうございます